はい、皆さんこんばんは、ショコです。今回はレイスを使って遊んでいきます。よろしくお願いします。治療シアターは結構窓枠が多いから、まやかしが腐りやすいか？多すぎてもダメなんだよね、まやかし使うとき。基本的に強窓を封じるのによく使うんだけど、ここって強窓が連続で繋がってたりとかするから、まあ、マップの生成次第って感じか。とりあえず一人目。これ一発殴れそう。よし。閉じ込めたぞ。板割ろうか。どうしようかな。先回りしすぎてもダメなんだよね。あ、こんにちは。とか言ってたら。さあ、まず吊るしていきますか。今回のパーク構成は、破滅、むさぼられる希望、まやかし、ファイアアップとなっております。で、僕最近知ったんですけど、今更かよって中には思う人もいるかもしれませんが、おっと、ここでむさぼりくんが消えていく。レイスは透明化中でも、まやかしで、あ、いた。スプバ。まやかしで窓枠を封じれるんですよね。今の、失敗したな。こんなにオブジェクトあると思わなかった。あんな遠回りしないといけない場所だったか。もう一回帰ってきそうだよね、あの人。中央来たか。でも回してないね。めっちゃ走ってるぞ。いた。スペバー入ってる。OK。今回は10メートル以内投資するアドオンと、透明化解除高速化を持ってきました。お、引っかかってる。ラッキー。いや、せっかくだったら破滅が死んでほしかったな。ちょっと、破滅バレそうだな。向こう側に吊るしちゃったもんで、嫌な予感。ヒオブストライクは持ってないかな。今回ね、相手が、同じ服装のフェンミー3人と、なんか似たような服のフェンミー1人だから、ちょっとね、倒したい人をうまいこと狙えないかもしれない。それがちょっときついな。待て。何やってんのかな？今回はオールシーングついてるから丸見えなんですな。あ、しかもストライクミス？やめて、そこ。このお姉さん。間に合うかな。吊るしてから蹴るまでやりたい。もう回してないか。救助入って、多分ここの人じゃない人が救助したと思うから、ここの人見つけたいね。いた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 。どうアプローチしていこうか。閉じ込めるか。何やってんだ、お風呂場で。僕も一緒に入れてください。よし。どんどんまやかし使っていくか。ここの窓は正直、使わなくてもいいか。いや、そんなことねえな。割と強い窓だ。だけど、なんか今回結構、赤い光隠したら引っかかってくれるっぽいな。それ利用していくか。このマップ結構鬼の位置とか見づらいしね。というわけで、発電機まだ一個もついてないけど、だいぶ吊るせてるよ。むさぼりくんが犠牲になってくれたおかげで破滅も生きてるし。なんか今、失敗誤ってたな。どうもー。ここは前貸し使おうか。いや、ただ、そうなんだよね。繋がってんだよな。強いポジションと。よし。いいね。先回りが効いてるな。普段こんなに成功しないんだけど、先回り。おっと、破滅もいったか。これで、僕の持ってるパークが2つになってしまった。まやかしと活性化。これで頑張るしかない。でも、この2つだけでも十分戦えるから。しかも、今回に関しては全能詞もついてるし、透明化解除拘束もついてるので、
これで、まあ戦っていけるのではないでしょうか。さすがに回しねえか、ここは。あ、ここ割と回ってる。いた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 。お、スプマ持ってないぞ。なんかストライク温存臭いな。最後まで取っといて、通電したら使うみたいな。そんな感じ？いやらしい使い方してくるかね。どうも。実はまっすぐ来てましたと。ストライク。あ、温存じゃない。よし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 。美味しい。っていうか、よく気づいたな、ここのトーテム。僕がサバイバー側でこのマップ引いたら、大体破滅見つけられず最後まで終わっちゃうんですけど。すごいね。こんにちは。来てます。あ、ここの板強いな。使わせるか。よし。で、発電機が2個ついてくれないと、ファイアアップが発動しないんで、早々に、つけてもらいたいところではあるんですが、どうもです。全能士いいね。このマップと相性いいわ、やっぱり。カンオケ。ぬーって、くそ。あ、デッドアード。楽しいな、やっぱここ。一方的にモテ遊んでる感じがあって、すごく愉快。だってそろそろね、そろそろ一人ぐらい行ってもいいんじゃないかなって思うんだけど、まだ死なないか。お、救助早い。戻ってきそうだよな、ここに。来ないか。いや、いる。あれ？いねえか。発見。あ、リーチの子だ。マジ？やったー。ちなみにファイアアップが発動すれば板を壊す速度も上がるんで、さらにサバイバーを追い詰めやすくなったと。もうまだね、今回うまいことまやかしを使えてないかな。どっかもっと使いやすいポジションがあればいいんだけど、まあ単純になんでだ？気づいてないのか。レイスの全能士というアドオンに気づいていない説がある。まさかの。では吊るしましょうか。で、一人なんかちょろちょろしてたな。一人だけ服装の違うフェンミンがいた。どこ行った？やっぱレイス相手にはロッカーは使わない方が良さそうだね。もしかしたら全能士つけてるかもしんないし。まあ、もし、戦ってる途中で全能士ついてないなって分かったら、別に使ってもいいと思うけど。今回は明らかに全能士っぽい動きしてるからな。それをサバイバーがまだ読み切れてない。いた。待って、やめて。やめてやめて。止めて。あ？ふっ！よっこらせと。あ、デッドアード。忘れてた。窓枠はいかない。後ろ見てないな。この子、割とまっすぐ逃げてくれるから追い詰めやすいね。これで、この人も終わりかな？どうだっけ？なんか覚えてねえや。いらっしゃい。いろんな人釣りすぎてわかんねえや。もう今回に関しては、あ、終わった。あと2人か。お、
血の跡ついてる？気のせいか。これなんだ今の赤いの。見間違えちゃったな。あ、声が聞こえる。いた。何やってんの？あそこで。ほら！よーし、ラスト一人。いや、違うな。おっと、それは追いかけるしかないな。今の爆発がなければ吊るしたところだけど、これは、見つけられそうだね。いるね。めっちゃ走ってる。どこまで行くんだ？この人まだ、位置吊りかな？そんな吊るしてない気がすんな。やべ、起こされるか。まあ大丈夫だよな。待って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 。くそ！やる！絆パワー。よし。いや、こうなったら吊るすか。吊るして、向こう側の、助けられたから助けようっていう気持ちをね、逆手に取っていこう。あ、死亡か。やべ。だったらこの怪我してる最中に声かなんかで見つけたいけど、ナイス回復、早い。ってことはそこまで離れてないだよな。よし。追い詰めたぞ。さあ、ハッチはないな。やった。寝てわけでまやかしはちょっと使えなかったんだけど、めちゃくちゃ面白い試合だったんで。あ、ここにある。惜しかったな。逆側走ってたらワンチャンあったかもね。はい、まあ一応レイスは透明化中でもまやかしを発動できるというね、ことを皆さんに教えるために、そして僕が最近気づいてうわっって思ったんで使ってみたということでした。あの恩恵はあまり受けられなかったんだけど、もうちょっとね、このマップじゃなくて、例えば、窓枠ぐるぐるされやすい、他の、まあ、マクミランのマップだとか、コールドウィンドファームだとか、のマップで、これ使ったら結構いいんじゃないかなと。レイスで透明化して、透明化してる最中に窓枠を超えることによって、相手が、あれ？あいつどこ行った？うわ、いきなり窓枠塞がれた！みたいなね、そんな、ことも、まあ、できるのではないでしょうか。はい。まあ、また、そんな感じの動画撮れたら、あげたいと思います。したっけ？今回はこれにて終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。バイバーイ。